どうも、フクロウです。はい、今回はですね、こちらのノードグリーンという腕時計のブランドさんからご提供いただきまして、こちらの腕時計をね、ご紹介させていただきたいなと思います。ついにね、このフクロウチャンネルでも、こういった回が、撮れるというところですごく個人的にも嬉しいんですけれど、ちょうどね、腕時計欲しいなって思ってたタイミングだったんで、ジャストタイミングだったなと思うんですけれど、ちょっと早速ちょっともう開けていこうかなと思います。こちらですね。もうね、ちょっと前にうちのショート動画の方で、こちらの時計ね、動画上がってるかなと思うんですけれど、ノードグリーンという、ブランドを、まずこのブランドのね、ちょっとお話からしていこうかなと思うんですけれど、ノードグリーンという腕時計のブランドは、デンマークですね、のコペンハーゲン、初のブランドで、2017年、初ですね、ブランドで、いわゆる北欧デザイン、ノードグリーンってね、ノードって北欧の、で、グリーンは自然っていうところで、すごくこうミニマムなデザインの腕時計が非常に多いなという、ブランドさんですね。こちらのブランドがいわゆるそのB コープ認証といって、国際機関でちょっとこう承認を受けた企業になっていて、よくね、最近聞くことが多いかなと思うんですけれど、サスティナビリティとか社会貢献的なところで腕時計を作るっていう、政策の過程において環境負荷を、ちょっと低減させたりっていうところで、持続可能な、より長くね、こう腕時計を楽しんで、で、環境にも良くて、ね、長く提供できると、三歩良しな取り組みをされているというところで、すごくね、僕もちょくちょくインスタとかでね、名前は聞いてたし、画像とかこう時計見た時に、あ、これかって思ったぐらいに見てはいたんで、ちょっと気になってはいましたね。で、この腕時計のデザインをしているのがヨッコブ・ワグナーという方で、デンマークを代表する、デザインの巨匠的な、方みたいで、ニューヨークの美術館の方で常設展示とか作品、ね、されたりする方で、そういう方が、デザインをされているというところで、いろんな、ね、こう腕時計がある中で、目を引くっていうところは、こういったところにあるのかなと思います。はい、で、今回ちょっとご提供いただいた腕時計が、こちらになるんですけれど、これ、腕時計、いろんな、ね、種類がある中で、どれにしようかなって結構悩んだんですけれど、基準としては、その今ねこう着ているようなゴリゴリのアメカジな格好から、アメトラっていうね、こういうジャケットスタイルだったり、ネクタイ締めたりすることもあるんでだったり、すごくいろんなシチュエーションで、使える腕時計がちょっと欲しいなと思って、もちろんオフオン、両方いけるっていうところも含めてね、なんでって考えた時にこれすごくいいなと思って、こちらのこちらのモデルね、これが、ノードグリーンの中のフィロソファーっていう、モデル名の腕時計になるんですけど、ちょっとつけようかな、これですね。すごくね、シンプルなデザインです。文字盤もね、白基調の、僕は白にしたんですけれど、で、このメタルのねブレスで、もうパッと見で何時かって、視認性が非常にいいというところで、やっぱりなんだろうな、機能美の先にあるっていうその美しさはこの時計がすごい特徴かなと思うんで、それに特化したねモデルにしようということで、このフィロソファーにしましたね。デザイン界の、オスカーって言われてるようなイフデザイン賞もちょ受賞しているというところで、やっぱりそうか、やっぱりそうかって悩んでる話なんですけど、って思ったぐらいに、すごくね、こう見やすさ、視認性見やすさっていうところだったりとか、ちょっとこう腕にこうはめた時の、このかっこよさっていうところにもつながってるのかなと思いますね。そうで、もう今これ見てね、パッと見て分かったと思うんですけれど、すごくこうシンプルで、ミニマムデザインって話さっきもしたと思うんですけど、中 で、こういうごつい格好をしててミニマムデザインすぎる時計だと、なんだろう、ちょっとこう時計が負けちゃったりとか、逆にちょっとミスマッチ感出ちゃうかなってちょっと思ってたんですけど、意外とね、このブレスだったりとか、あとこのなんだろう、文字盤の径のサイズ感だったりとかが、あとこの厚みね、このこれがね、すごくこうマッチしてて、で、厚みも他の普通の時計からしたら、薄い方だと思うんですよ、この厚みって、かなりね。なんですけど、この文字盤がちょっと奥にへっこんでるというか、奥行きのある文字盤設計になっているので、これがね、なんかこう、立体感を出しているなっていう風に感じましたね。なんで、なんかこう、ペラッとした感じっていうよりかは、ちゃんと奥行きがあって、なんだろう、重厚感もある。というところで、重厚感とミニマムってすごいもう逆の、もう相反するものだと思うんですけれど、それがうまくこう共存しているなというふうに感じましたね、これ見たときに。で、今回このご提供いただいたこのフィロソファーの腕時計、もともとデフォルトでついてたのが、色はね、いろいろあるんですけど、この5リングブレスなんですよ。で、このブレスっていうか、このストラップ、これって結構そのいろんな種類があって、今回その腕時計プラスもう一個付け替えがこれできるんですけれど、付け替えのもう一本ストラップをちょっとご提供いただけるというところで、さっきちょろっと見たんですけど、
こちらのナイロンのグリーンのベルトをちょっといただきました。種類としては、まあ、こういった金属のね、こうリングブレスだったりとか、あとチェーンブレスとか、金属のメッシュブレスで、これ今ねちょっと見せたこのナイロンのねブレスだったりとか、まあラバー、まあレザーももちろんあって、で、あのフェイクレザーもあるんですけれど、最初すごいねちょっとレザーにしようかめちゃくちゃ迷ったんですよ。まあこのチャンネルじゃないですか、ね、フクロウチャンネルね。で、散々これまでレザー使ってて、レザーじゃないのって思った人もすごくいると思うんですけれど、まあ汗っかきなんですよね。で、今、まあ、1月なんですけど、まあ、ここから、まあ、1年中ね、この時計すると思うんですけれど、していく中で、もう、春、夏、秋は、めちゃくちゃ汗かいちゃうんで、革のベルトだと悪くしちゃうかなって思ったんですよ。で、そうなると、候補として上がるのは、まあ、メッシュ、で、このナイロン、それから、まあ、ラバーね、あとチェーン。ただ、もともとついてるこのブレスが金属だったんで、まあ、金属じゃないやつにしようってなった時に、通気性もあって、まあ、最悪ちょっと洗えて汚れてもね、そう。で、まあ、付け外しは簡単にできるんでね、そう。で、まあ、何より、ちょっともうこの格好見てわかる通りに、まあ、ちょっとこう、アメカジスタイルが僕自身多い。で、まあ、ワークだったり、ちょっとミリタリーによった格好もするとか、なんとアイテムもね、だったりするんで、まあ、そこにちょっと溶け込めるような、で、かつ、今してるこの、ね、フィロソファーのこの腕時計の雰囲気から、ちょっとガラッと変えたいなっていう、まあ、どうせ変えるならね。っていうところで、もうじゃあこれにしようかなと思って、このナイロンのベルトにしましたね。なんで、夏仕様と思ってます、僕は。これね。まあ、正直、服装によっては、全然これ、でも、このままでいいかなとも思うんですけれど、それこそね、まあ、動画の企画しかりですけど、アウトドアとか、ちょっと外行く、っていう時は、まあ、こっちにしてもいいんじゃないかなという、その時その時の気分で、まあ、パッとね変えられるんで、それもこの腕時計の良さかなと個人的に思いますね。で、この文字盤がまあシンプル、デザインがシンプルなんで、ここブレスを変えていろいろ違う雰囲気イメチェンしてね、まあ、味変を楽しむっていうところで言うと、まあ、そういうのすごくしやすい時計だなと思いましたね。このフィロソファー、今回このフィロソファーという腕時計ですけど、これ以外にもいろんな、まあシリーズのモデルがあるんですけれど、どれをとってもね、やっぱりその、まあ、見やすいし、まあ、いろんなコーディネートに合わせやすいっていうところで、ちょっと今腕時計どうしようかなってちょっと迷ってる方は、ぜひ一度ね、ちょっとサイトの方を見てほしいなと思いますね。こんなにあるんだって思って。このモデルはね、インスタかなんかで僕は見てて知ってたんですけど、それ以外にもいっぱいあるんで、まあ自分用にっていうのもそうですけど、もうこうそろそろね、それこそその新社会人になる方だったりとか、まああとはもう決算のシーズンなんで、まあ、自分へのご褒美、1年間頑張ったご褒美とか、誕生日プレゼントとか、まあそういったいろんなシチュエーションでちょっとこう検討するっていうのはあると思うんですけれど、まあ、ぜひちょっと一度ご検討いただけるといいなと思います。で、はい、で今回、まあ、こういった、まあ、案件という形でね、腕時計いただいたわけなんですけども、このチャンネル の概要欄の方に、クーポンコードがついてます。なので、まあ、同じ腕時計でもこの動画見てそのクーポンコードを使っていただければちょっと安くね手に入るんで、もう同じものだったらねちょっとお買い得に手に入った方がいいかなと思うので、ぜひ、まあ、ねこれを機会にこのノードグリーンの腕時計を、まあ、はめていただきたいなと思いますね。はい、ということで今回はね、フクロウチャンネル初の提供ということで、はい、ノードグリーンのね、腕時計、フィロソファー、ちょっとご紹介させていただきました。もうこれ以外にもね、すごくいろんな腕時計があるんで、さっきもお話ししましたけど、もうぜひちょっと見て、覗いてみてほしいなと思います。気になるなという人は、グッドとチャンネル登録の方、お願いいたします。バイバイ。